でかい。でかっ。あいつ。あいつでかい。なんかやべ、シーラカンスみたいに言うんだけど。シーラカンスかと思った、マジで。ピラニアモドキみたいなやつ、こいつ。タナゴ。タナゴは確か食べれなかったね。食べれないよ。なんか、泥臭かった気がするんだけど。フリッタンそれ何度も食えんだろ。どうやったの、お前。こいつフリッターじゃちょっとちっちゃいな。つまみとかで妥協。そうだね。小魚動きがちょっと早すぎて嫌い。そういう理由だし。あ、俺と前でゲンゴロウじゃん。お前も嫌い。あ、出てきた、出てきた。え、これドイツ出てきた、出てきた。あ、スポン出てきた、出てきた。おースポンいいの。おーゲンゴロウ、今となって珍しい虫になっちゃったからな。おーレッドリスト。ゲンゴロウ、泳いでる証拠。平泳ぎ、うん、足の発達具合がやばいね、やっぱりね。モサモサしてるわ。もしくはすね毛みたいな。やっぱりジンゴロだったじゃん。マジかすね毛、泳げないからな。泳ぐよ。泳ぐよ。泳ぐよ。泳ごうと思えば。うん。サマーランドの時行かせるじゃん。行かせる、行かせる。行かせる。魚みたいな動きするから、俺。マジで、うん、キモ。よく言われる。尻尾いないでしょ。尻尾いなくね。多分、いなくなってるんだよ、ね。うん、死んだ。いやー、単に引っ込めてんじゃねえの。こっから盗まれた。ね、こういう穴から盗まれた。はい。はい、もうやめよう。ダガメ取ってやろう、もう。またダガメか。どっかで見たな。例のあそこなんだよな。効率やっぱ木の彫刻にしか見えねえんだよな。いや、めちゃくちゃ取りやすいじゃん。ね。周りに飛び交ってる魚、ダガメの餌。そう。そう。太鼓市どこにいるの？太鼓市いなくね？魚育ててる。あ、いた。いたけどあれ取れねえな。取れないのは捨てる。水カマキリとか。水カマ、この辺さ、あれだよね。まさにあのいたやつらだよね。あ、水カマキリ、お前もう、お前もう取らせる気ねえじゃん。ヤゴ、ヤゴ。上にヤゴじゃねえ、なんでもねえ、やべえやつの。なんか抜け殻。やべえやつの。ヤゴ殻じゃん。ああいいね、ナマズ。いい顔してるね、ナマズ。ナマズいいね、笑ってるよちょっと。お前マジドアップ好きだな。レッドリストだよ星野。え、俺が？じゃねえよ。星がレッドカードだよ。退場してねえよ。お前ちょっとでかすぎる。こいつがやべえ。鼻の穴もでけえしよ。あ、何でもでかけばいいってもんじゃねえぞ。なんで怒られへん。おい、お前にも言えるからな。工藤さんとかお前に言っても仕方がないからな。これいい、かっこいい金色のやつ。あ、そいつ顔だけ取った。顔だけ取った。顔頭が好きなんで。なんだかお前写真の身の部分食っちゃダメだよ。全体撮ろう。
はい、全体を撮れ、全体を映れ、止まれ、間に合わねえ、止まれ、何してんだろう、何してんだろう、潜水艦みたいなんか目どこで、なんか目キモいんだけどな、こいつこいつなんかモザイクじゃねね、てかなんか、かつお節みたいなって感じが。でもさ、この写真見るとさ、近いんだったらさ、こいつの方が近くない、あの意味わかんねえ顔してるやつの方が近いよ。ああ。もただブサイクだったら、生まれながら見せる。目がさ、ちょっと上、違う、なんか下だよね、うん、こいつ。こいつ、でもこいつがナチュラルっぽいよ、なんか。うん、邪魔なんだけど、お前。邪魔早く通って。こっちちょっと向いた。見てる、向こう向こう向こうに泳いで、泳いでみて早く。でかっ、取りやすいんだな、もう泳ぐ気伏せてんじゃん、稲垣伏せてる泳ぐ気伏せてる、稲垣伏せてるって言うけど、稲垣伏せてるもう泳ぐのだるそうじゃん、魚としてどうなんだろうね、土曜日とかのお父さんみたいなんだけど一番奥のやつね、泳ぐよ泳ぐよ泳ぐよ、俺だって泳ぐんだよバカ野郎、ほらほらほら、バッティングセンター行ってくるよそれ休日、それ休日俺やんけ、出かけがいいんだよ、出かけが、ほら動いてやったぞ、バッティングセンター行ったぞお前、行ってらっしゃーいおわ、うん、疲れたよ、こいつ沈むな沈むな、土壌系の連打、うわー、 お前もやる気失せてんじゃん、飛びやすいね、うん、面白いのが取りやすいのって大体さ、もうやる気ないやつっていうね、うん、いてやる気ないやつはさ、うん、躍動感のある写真を撮れないからさ、ここはこう、あ、お角度を調整してます、あ、なかなかの傑作撮れたかもしれない。マジで。いい撮りにくい。あ、いいかも。あーずる。これ来た。これ来た。来た。いいだろ、いい。頑張った。あ、こいつ撮れないよ。あー、お前なんでそっち逃げちゃうんだよ。早いよ。捉えてから早いよ、こいつら。あ、いたもん、うなぎハマって、本当にこれで捉えられるんだね、うなぎって、あっちにもいるね、ね、あ、これで、おおおいいね、神龍いいね、いや、で、ヘビみたいな、かっこいいね、なんかキングコブラみたいな、この立ち方かっこいいね、あ、ここにもいるのか、本当だ、あ、これ、こういるのか、そうそう、こいつの尻尾かと思ったでしょ、ね、今の面白いな、面白いのもおすすめなんだって、ちょっと待って、あーって顔してる、あ、これでいいやんか、ないかと思ったし、よくいいよ、あーって顔してる、
こいつだね。え？こいつだね。あ、出てきた、出てきた。今尻尾当たったからや。入りたがって、入りたがって。どいてやれよ。お前、こっち向いてんじゃん。おぉ。だいぶ綺麗にいったんじゃないこれ。あ、いいじゃん。すぐクリアにいったじゃん。これ取りにくい。お前いない。このカニはまだ取りやすい。いや。じゃあ、お前に任せてオートズーム。ん？オートズームに。あなんなんだよな、落ち着くんかね。俺こういう穴がないとダメなんだ。うん、入った。うーって感じだ。こっち向いてんじゃん。向いて、なんか牙みたいなのあるよ。え？鼻かな。鼻じゃね？じゃあ、ある。鼻かなんか出てるわ。鼻くそみたいな。花だな。花だね。帰りに一匹ずつもらえるの。マジで。カバ焼きで。土曜の牛の日近いしね。明日？一匹ずつもらって明日カバ焼きで食す。食。そいつは警戒して近づいてくんねえんだよな。こういう時はもう遠くから取ります、動かねえもんこいつら。はい、get ready.